皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。歌手号ひろみ68が25日、千葉、松戸市の森のホール21で全国ツアーの初日公演を行った。写真、パフォーマンスする佐藤ひろみ、スタート曲、モアさん、の前奏が流れると約1850人のファンは大きな歓声とともに総立ち。 サングラスをかけた里がステージ中央に登場すると、里ひろみと書かれたペンライトを大きく振って迎えた。その熱狂に応えるように、ゴーは2億4000万の瞳では代名詞のジャケットプレーを何度も披露してみせ、その場での高速ターンを繰り返し、妖艶に腰を振った。も、最高、素晴らしい、今日はスタイリッシュな感じと勝手に思って。 『007』をイメージしてサングラスをかけて登場したのに、盛り上がりがすごくてと苦笑い。皆さんの知っている曲ばかりをお届けしますから楽しんでください。それが僕のミッションです。レコードデビュー52年を迎え、坊自身が「王道」と呼ぶヒット曲のオンパレードが続く中で、6月5日発売の新曲「できるだけ」を初披露した。110枚目のシングル曲で、 人と寄り添うことぬくもりのあることがテーマこの曲だけ動画を撮っていいですよサプライズ発言でファンを驚かせて SNS で拡散するように求めた曲のサビでは両手を上げて体を左右に揺らし一緒に歌唱したくなる優しい空気感を作り出した開演前の取材では新曲について初めてトライする思いやりのある歌に仕上がっています 心を込めてレコーディングしました。長く歌ってもらえる曲ですと紹介した。5、5が口癖の里にとって3年後に迎える55周年は特別な1年になる。それに2をかけたら110、110曲目の新曲とは不思議な縁を感じます。それくらい僕にとっては大きな出会いですと続けた。常々、小金の60代と公言。 68歳になってその演じ組みが増してさらにパワーアップしている。この日も、ーヒロミ、というエンターテインメントを惜しみなく出し尽くし、約2時間で23曲を披露した。ツアーはこの日を皮切りに27都市で33公演を行う。歌手の佐藤ヒロミ、68、が25日、千葉、松戸の森のホール21で、 全国27都市33公演を回るコンサートツアーを開幕させた。開演前の取材では、22日に亡くなった「マツケンサンバ2」の振り付けで知られるダンサー、真島茂キさんを追悼した。過去に自身のバックダンサーを務め、4日に NHK の音楽番組、ライブエールの収録で対面していたという真島さんについて。 ついこの間番組で一緒だったので、あまりにも突然でびっくりと語った。自身が20代の頃にバックダンサーについてもらっていたといい、それ以来、お会いすると真島さんが僕に必ず声をかけてくれて、温かい目で見守ってくれたと10回。レベルが高くて、ダンスの域を超えている。バックダンサーを務めてくれていたけど、バックな気がしなかった。一緒になって踊っているなという感覚の方。 と偉大なダンサーへ敬意を示した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。